きますか。はい、おたえレコード陽介管理人です。おたえレコード林です。よろしくお願いします。年齢層が高めでお送りします。はい。ちょっとおたれこでその人口分布図みたいなのがあって、はやし管理人がですね。管理人なんですか。入社することまあ今年か今年の正月ぐらいから入社しましてですね、陽介管理人と、はやし管理人でこうオールド層がちょっと盛り返して巻き返してるっていう感じなんですけど、はい。でまあ今日も若い20代のアルバイトの方が入ってきたんで、ちょっとまあ若干ちょっとこう平均年齢が、はい、若くなりましたけど、はい。そうですね、久しぶりのおたれこ TV ということで、あ、おたれこ TV です、これは。はい。おたれこ TV なんですけど、この辺におたれこ TV とはみたいなのが出る感じですかね。出ないですね。あ、書きます、書きます。はい。はい。で、まあ、ちょっと最近ですね、はい、まあ、これも全部前振りで言っちゃってるんですけど、動画の量が少ないということで、ね、はい、まあすき家もですね、人材が足りずに営業もできないっていう時代なんで、まあ、昨日も話してたんですけど、おたれこの近所のですねすき家があるんですけど、まあ、牛丼のあれですね、まあ、皆さんご存知だと思うけど、行ったらそのカチャッと開けたら一人しかいなくて、店員が、なるほどなるほど、はい、で誰も座ってないんですよ。で電気も消えてて、すごい学級閉鎖みたいなまあ例のあれですね、はい、ネット上でも話題のっていう感じで、でなんか、まあ、今日はお持ち帰りだけですみたいな感じだったんですけど、はい、まあすき家の話はいいんですけど昨日も牛丼食いながらすき家の話で30分ぐらい喋りましたけど、はい、で昨日、あ、そう「おたれこ TV」は初めてご覧になられる方も見えると思うんで、はい、おたれこ TV はまあフリートークです、基本的に。なるほど、はい、なのでまあ林管理人もおたれこ TV は初登場かな多分そうですね、多分そうですね、はいっていう感じなんですけど、まあなんで内容はないですもうはっきりこれだけは、はい、そうですそうです、はいなんで下手に付き合ってもらってこれをして帰られるよりも今すぐ帰ってください興味ない人ははい無駄な時間を過ごしたいという人だけご覧ください続きをはいでまあ今現在ですね、11時朝、まあ10時55分ぐらいでということなんですけど、まあ陽介管理人とはやし管理人、昨日はクラブに行ってまいりました、行ってまいりまして、で、はやし管理人はなんと6時ぐらいまでいたという感じです、9時入りで6時までいた。陽介管理人はまあ3時過ぎぐらいに離脱はしたんですけどね、はい。で昨日ジェフ・ミルズという、まあ、DJ ですね、DJ アーティストですかね、まあ、宇宙人ですね、はい、まあ、通称宇宙人と呼ばれてる、知らない人もおられるかもしれないけど、まあその風貌もそうなんですがDJ のその世界観もですね宇宙な感じなので、宇宙人というあだ名もついているジェフ・ミルズ、はい。まあこれだけジェフ・ミルズという名前を覚えるだけでもこの動画を見た価値があるかもしれない確かにそうですね、はい。ということ、まあテクノとか好きな人はね、まあ演歌で言ったら北島三郎みたいなもんなんで怒られませんかねどっちにですかどっちに怒られても本望ですけどねまあそういう有名な DJ がいいですね、ぜひチェックしていただきたいですね、はい、どうでしたかね。そうですね、まあ、とにかく まずは出音が本当にすごい良くて、うん、気持ちよくて、昨日はちょっとそのおたいの、スタッフで行ったのと、あと合わせてとある某メーカーの方も、ここではちょっとどことか誰とは言えないんですけど、一緒に遊びに行ったんですけど、はい、その方ももう大絶賛で、うん、とにかく音が気持ちいいっていうのを言っていて、はい、でそうですね、結構そのとてもストイックな、うん、アーティストで、うん、まあリハから入らせていただいて、そうですね。でリハの最中でもやっぱ電話どんどん変わっていって、うん、やっぱ自分の音にやっぱしてってるなっていう、うん、とことか、浅田さんとね、そうですね。ジェフと浅田さんのそのまたやり取りが面白くて、うん、ジェフが注文つけて浅田さんがそれに応えるっていう感じで、すごいどんどんみるみるいいセッティングになっていったと。でまあ実際お客さん入るとやっぱクラブの音が出音が変わるんで、うん、その辺でまた入った一味違う感じではあったんですけど、どっちもすごい気持ちよくて、でトラックもそのジェフ・ミルズ自身のトラックがメインの、まあ、DJ だったなっていう感じなんですけど、まあ、ここ最近ずっとそういう感じで、うん、でやっぱそれでもう完全にこう世界観を構築しきってるっていうところが本当にで、それで一辺倒じゃなくて全然もう緩急がすごいあって、もうそうですね、一回リハ終わって出てきてまあ1時半ぐらいにまた戻ったりしたんですけど、その間は山ちゃんとか行ってたんですかね、手羽先とか。ああ、そういう流れをした方が良かったですね。いいですね。はい。何でしたっけ？でまあ戻ってきて2時ぐらいから出たのかな。そうですね。でもフロアパンパンで、名古屋の栄というまあ中心地があるんですけど、そこのクラブ JB's というところで行われた。でその JB's というのはまあ結構ハウスとかテクノとか、まあでもヒップホップも結構やるんですけど、まあすごくいいパーティーいっぱいやってる箱なんですけど、そこでやったということですね、昨日。でまあサポートで三重のアポロ君って孫とか名古屋のクラブでよく回してる子がやってて、まあ彼もすごいしっかりプレーをしてでガンガン上げてて、でもう本当にでジェフ出て久しぶりの本当になんか。すし詰めで、うん、もう呼吸困難系の上から水滴降ってくるんじゃないかみたいな、もうほんとすごい熱気になってて、でもう本当にこう、うん、音の一挙手一動にこうお客さんがしっかりついて反応してたっていうのがすごい印象的でしたね。確かにこうなんかトスッ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 ってね、こうチキ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 とか入るみたいなね。まあ一緒になってたんですけど、あれはね、なんかね、面白いですよ。テクノとかハウスとかまあテクノとかまあ結構そういうなんていうんですか、コアなアーティストのパーティーでお客さんも本当に好きな人が集まってるというようなパーティーに行ったことない人はぜひ行ってみてください。もうイコライザーをこうキュッてやった時に「うわー!」みたいな。そうですね。こんなにちょこっとこうイコライザーをひねっただけだったら別にそんなちょっとぐらい何が急だって思うんだけども、それぐらい音に集中してるわけですよ。聞きながらこう踊ってて、そうですね。でこの何ですか、ちょこっとの集中してるからこそちょこっとの変化とかあったりするとわーってなるというようなことなんですよ。例えばだからヒップホップの人たち、ヒップホップのパーティーとかだとすげえ派手な2枚使いとかやったらおーって なるけども、ちょこっとイコライザーひねっただけでもヒューってならなくて、だからこれはあえて僕は線引きをしたいと思って。はい、これはやっぱ別物です。まあどっかではつながってるんだけども、もちろんその間をこう行ったり来たりする DJ、 中間の DJ もいたりするんだけども、やっぱりこれは別物だと思う、楽しみ方っていうのは。でなんていうかな、結構ヒップホップとかそういうレゲエとか他のジャンルの人たちとかもやっぱり知っといた方が絶対いいと思います。変な感じ。そうですね。でもすごいいいですよね。やっぱ面白いですよね、そういうまあ、カルトっていうか、なんていうんですかね、まあみんな音をしっかり聞きながらしっかり踊っててっていう感じで、音そのものにフォーカスしてるというか、うん、一音入っただけで盛り上がるみたいな、そういう感じですね。うん、実際おたえレコードのYouTube でも、うん、過去に出たジャック君とか、うん、まあ、DJ とか、うん、トラック作ったりするとヒップホップとかドラムだったりとかするんですけど、うん、一回四つ打ちのパーティーで一緒になった時があって、うん、でそれまたジェフとは別のパーティーだったんですけど、スティーブ・オサリバンっていう、うん、時に初めてこういうパーティーとか音の良さが分かったって言って、その現場に足運んでやっと分かったっていうのをすごい言ってたので、うん、機会があればぜひ行っていただきたいなっていうのは思います。そうですね、うん、いいとか悪いとか好きとか嫌いとかそういう次元じゃなくて、こうエクスペリエンスとしてやっぱり積み上げていかないとダメなんだと、まあそんな偉そうなことも言えないので次に行きましょう。